湯ノミネシダは1875年に記載された小羽の石シカかのカノである。常緑性の多年生草本。根茎は長く伸びて横に這う。根茎は太くて計1センチメートルを超え、暗視色で光沢があり、幅の狭い輪片がある。幅もを置いて出て、傭兵も太いものでは計1.5センチメートルを超えるものがあり、基部から脇外目を伸ばす。 葉の先端での成長が止まらないのでどんどん伸びて大きくなり、日本では2メートル程度であるが、熱帯域ではツル状に伸びて10メートルに達する例がある。葉全体としては2回以上から時に4回以上になる。右辺、小右辺は耐性し、右辺の基部の最下位体帯の小右辺は柄のない卓葉状となる。右辺は長さ70センチメートル、幅30センチメートルに達し、 超右辺は長さ2 0トル、幅7センチメートルにもなる。端質は草質で表面は戦力色、裏面は海力色となり、円は裏面に巻く。列片の形は様々。法師能群は列片の円に沿って長く伸び、途切れないことが多い。湯の峰田属には湯の峰田の一種のみが認められているが、他にいくつかが、 二分類として記載されている。湯の峰シ田の英名は、バットウィング・フェルンである。アジア、オーストラリア、アフリカ、南アメリカ、また様々な太陽島の熱帯から熱帯地域に分布する。日本では、鉱山跡や温泉地に特異的に出現する。1887年に、和歌山県の湯の峰温泉で発見されたが、この地は分布域の北限にあたり、 この受精地は1928年に、湯の峰市田受精地の名称で、国の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。